どうもカボンです。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回はこちらスタンダードチャレンジャーデッキラクロス吸血鬼のデッキを開封していきたいと思います。こちらの動画は白弾とディミニアコントロール、そして第3弾ということでこちらのデッキを開封していくという動画になってます。もともと4つデッキ開封しようと思ってたんですけど、思っていた以上にね、時間かかったんで1つずつ、動画にしていこうかなと思って、撮らせていただきました。じゃあ早速開けていきたいと思います。ということで別の動画でも言ってるんですけど、こちらのねスタンダードのチャレンジャーデッキかなり熱い内容となっているので、ぜひ初心者の方は買って遊んでいただけるとすごい嬉しいです。はい、マジックやってくれる人が増えるとね、いっぱいどんどん盛り上がっていくんでね、はい、そういったのがちょっと最近思っていることです。はい、中身はこんな感じになってます。これがサイドボード、あと仕切りがあって、これがデッキの本体になります。じゃあ早速開けていきますかね。よいしょ。おそらくなんですが、チャレンジャーデッキの中でも、これが一番、高いカードが少ないデッキなんじゃないかなとは思うんですけれども、それでもね、かなり熱いカードがいっぱい入ってるので、はい、普通に強いデッキですよね。ちょっと白弾がね、ちょっと豪華すぎるっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけどね。僕的には白と赤緑のデッキがいいかなと思ってます。はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。まずボルダーレンの凍結機、凍結紙が1枚4枚、なんかこれあれですね、なぜかこっちが1枚ありますね。じゃあこっちからヘンリカ・ダムナティさんですね。4マナイツァーの飛行の伝説の吸血鬼なんですけど、これグリセルブランドの、お嫁さんらしいですね。はい、でこいつは戦闘の開始時に以下からまだ選ばれてない、能力を選ぶと。まず1つ目が各プレイヤーはそれぞれクリーチャーを1体生贄に捧げる。2つ目がカードを1枚引き1点のライフを失う。で変身させるっていうのがあって、1ターン目からね変身させることもできるんで、いきなりこいつになることもできます。ちなみにこいつは飛行摂氏反抗3、4飛行の吸血鬼ということでめっちゃ強いと。で3マナであなたがコントロールしていて、飛行や摂氏や反抗を持つ全てのクリーチャーはプラス1プラス0の修正を受けるということで、3マナ払うと、プラス1プラス0修正を受けると。はい、しかもこいつ反抗だからね、ダメージレースがぶっ飛んでっていうことが起きるんで、はい、普通に強いカードだよね。クリーチャー除去も、あるし、手札を加えるっていうこともできるし、いろんなちょっとね能力が混ざったようなクリーチャーになってますね。なかなかいい方だと思います。で次がボルダーレンの凍結紙、結構こいつ僕好きなんですよね。2マナ21で、凍結紙かあなたがコントロールしていて、トークンでもこれでもないクリーチャー一体が死亡するたびに血トークンが出てくると。で血トークンが生成されるたび、5つ以上の血トークンがあると変身させると。で変身するとこいつになるんですけど、33飛行でめっちゃ強いんですけど、2マナでね。でこいつは、戦闘の開始時にあなたがコントロールしている血トークンを、最大1つ対象として、それが22のコウモリになるんですよね。だからこいつ吸血鬼の力でいっぱい血トークンを出して、でこの血トークンがなんとコウモリになって殴っていくっていうね、そんな行動ができるんで結構面白いカードだなと思います。あと単純に2マナ21飛行でねクロック積んでいけるしね、クロック積んでいった先にあるのがこの33飛行になって、さらに打点が上がると、に加えてコウモリがねさらに殴っていくっていうね、そんな展開が待ち受けてるっていうことで、ね、結構面白いカードじゃないかなと思います。であとここの土地、はい、小道ですね、赤か黒で出せる土地ですね。この小道さんも結構需要があるっぽいんで、これもね優秀なカードですよね。
で、ここは普通のコモンですね。1マナ11でこいつが戦場に出た時、各対戦それぞれに1点のダメージを飛ばして、チトークンが出てくると。はい。こいつらの力で、このボルダーレンの凍結機で、ね、いっぱいチトークンを使って変身させてっていうシナジーがあるのも面白いですよね。で、こいつは税血の超税者。2マナ32で、結構パワーとタフネスが高い。で、戦場に出た時、こいつもチトークンが出てくると。でこいつを生きに捧げると、マイナス X 出資で、クリーチャーに与えられるんですけど、その X っていうのがチトークンの2倍なんで、まあ、ここら辺のクリーチャーでね、チトークンいっぱい出してね、はい。どんどんこっちの場面を有利にしていくっていうことができると。あと、ボルダーレンの美食が、4枚でしたね、はい。で、税決の徴収者、なぜか1つだけ、ショーケース版、はい。ショーケース版でした。で、無効聖弾の冷血機、冷烈機が2枚あった。これ、あの、機体なんですけど、神側のやつですね。4-3 で、登場2の機体と。で、こいつが攻撃するたび、あなたが、これでないアーティファクトやクリーチャーを、1つ生贄に捧げても良いと。で、そうしたら、こいつの上にプラス1カウンターを置いて、さらに威迫を得ることができると。威迫を持つと相手がなかなかブロックできなくなるんでね、はい、そういった点では結構面白いカードですよね。はい、で次が、双剣山の精錬者2マナ22で、あなたのターンの戦闘開始にあなたは1マナを払いアーティファクトを1つ生きに捧げても良いと。でそうしたら 3-1 の、 あのアーティファクトクリーチャーが出てくるってやつですね。速攻を持ってるやつですかね、はい。で吸血鬼の社交家さん、はい、2マナ22でこのターン、相手がライフ失ってたら、こいつが出た時に各吸血鬼の上にプラス1カウンターを置くと。で、ライフを失っていない限りあなたがコントロールしていて、これで、ね、各吸血鬼はそれぞれプラス1カウンターが置かれた状態で出てくるっていう感じですね。はい。そんな感じですね。まあ、吸血鬼の労働さんみたいな感じですね。あと、なんかこの、鬼流の金床、これ結構強いっぽくて、あなたがコントロールしていて、一つ以上のアーティファクトが戦場を離れたたびに無色の一時の構築物、アーティファクトクリーチャートークンを生成するっていう感じなんですけど、で、こいつの効果でアーティファクトを一つ生きに捧げると、各対戦相手に1点ダメージを飛ばして、こっちがライフを得るっていう感じになってるんですけど、こいつのね、出した構築物でね、どんどん、こいつを探って1点飛ばしてっていうこともできるんでね、こいつ結構面白いカードです。はい。あとはフロリアン。フロリアン3マナ33の吸血鬼さんです。先制攻撃持っていて、メインフェーズの開始時に、ライブラリーの一番上にあるカードを X 枚見て、で、この X っていうのはこのターン全ての対戦相手が失ったライフの合計に等しいと。で、そのうちのカード1枚を、多分プレイできるのかな？はい、追放して。うん、そんな感じ。で、あとこれですね。威圧する吸血鬼3マナ33で、こいつが戦場に出たとき、マナソウルがあなたがコントロールしている吸血鬼数以下であるクリーチャーカードを対象として、それのコントロールを奪うっていうわけなんですけど、で、そいつ速攻を持つんですけど、まあ、こいつがなんか吸血鬼3体いるような状態でこいつ出てきて、で、相手にクリーチャーいないとき、こいつを対象として、速攻を持たせることもできるっていう、あ、なんかそんな使い方もできるらしいです。はい。で、あとは、イースタームの捕食者。はい。こいつは4マナ33飛行で、なんと吸血鬼ドラゴンという珍しいクリーチャーかな。で、こいつがタップ状態になるたびに墓地からカード1枚対象として、それを追放して、こいつの上にプラス1カウンターを置いていくと。で、他のクリーチャーを1体ゲージに捧げると、ターン終了まで、こいつは破壊風の持つと。で、ついでにタップしちゃうよーっていう感じですね。はい。そんな感じ、4枚ある。結構、なかなかいいサイズのカードですね。能力がすごいし。あと、冥府の掌握ですね。クリーチャー1体を対象として、それを破壊して2点のライフを失うと。で、こいつは、あれですね、2点飛ばすやつかな。アーティファクトを1つ生贄に捧げたら、代わりに4点になると。クリーチャーやプレゼンウォーカーだけのって、あの、火力ですね。はい。で、村の儀式。クリーチャーを探ってカード2枚引くというやつですね。はい。インスタントなんでね、相手になんか除去られそうな時に、こいつを打って、あの、クリーチャーを、現人に捧げてカードを2枚引くっていうこともできるんでね、はい、そんな感じのカードです。あとボルダーレの居城が3枚ありますね。これ吸血鬼のなんか土地なんですけど、
無色、タップで無色で、次がタップで1点のライフをシャルトで、好きな色のマナーを1点加えるんですけど、これは吸血鬼呪文にしか使いませんよと。で、5マナタップで地トークン生成するんですけど、このマナーの数は、吸血鬼1体につき1マナ少なくなるんで、答えたらタップで地トークンが出てくるみたいな感じで使います。はい。で、そしてこのバックビアの居住地が最近お高くなっていて、多分このデッキの中で一番高いカードなんじゃないかなと思います。まあ、このデッキ再録っていうことでちょっとそこで安くなったのかも、安くなるのかもしれないですけどね。でもこれでもなんか2枚ぐらいです、2000円ぐらいいきそうなんでね。はい、もうなんかそういうチャレンジャーデッキってそういうもんだよっていう話ですね。はい。あ、ちなみにこいつは、こいつフォーゴトンレルムのミシラランドで僕一番好きなやつなんですけど、2つ以上の土地をコントロールしていたらタップ状態で出るんですよ。 1ターン目2ターン目は普通にアンタップ状態で押せる、置けるんで、なかなかそこが優秀ですよね。で、普通に赤マナ出せて、で、4マナでこいつが3人になって、攻撃したら11のゴブリンクリーチャートークンが殴った状態で出てくるっていう感じで、クリーチャーが分散するんでブロックもしにくくなるしね、結構いい感じですよね。で、黒赤の土地と1点ライフ回復するやつ。はい。そんな感じですね。はい。あと、サイドボードは、こちらになってます。サイドボード何入ってるのかな？サイドボードも、なんか、今まで見た感じ、結構いいものが入ってますよね。ファルケンラスの戦争。まず、デュレスですね。はい。クリーチャーでも土地でもない、手札から、見て捨てると。はい。ファルケンラスの戦争が入ってるんだな、これ。なるほど。結構強いよ、こいつ。3マナ31で、飛行でブロックされないと。で、戦闘ダメージを与えるたびに地トークンが出てくるんで、もうこいつが殴っていくだけで地トークンがいっぱい出てくるっていう感じですね。この凍結紙とかのなんかシナジーとかにもなるし、しかもこいつに、地トークンを2つ生贄に捧げると墓地から戦場に戻せるのかな。なんか死んでも地トークンがあれば戻ってくるっていうのもなかなか偉いカードじゃないかなと思います。はい。あとデュレスがあれですね、3枚ありますね。あと、錯迫がありましたね、錯迫。2マナでクリーチャーを対象として3点飛ばせるんですけど、その他にアーティファクトを破壊することもできるんですよね。こいつなかなか、使いどころがあってね、いいカードですね。はい。あと、こんなレアもいたな、いたんだな。無神経なチマ同士。3マナ認知で、こいつは戦場に出たとき、以下から1つを選ぶと。まず1つ目がクリーチャーが死亡したとき、あなたは1点のライフ OL を持つ黒緑の11の邪魔者クリーチャートークンを生成する。こいつなのかな。で、あなたはカード1枚引き1点のライフを失う。プレイヤー1人を対象として、そのプレイヤーの墓地を追放すると。なかなかいろんな能力があって面白いカードですね。はい。で、あとエインジーさんがいましたね。エインジーさん、4号の伝説の吸血鬼さん。能力はよくわかってないんだけど、なんだろう。これでない1体以上の吸血鬼があなたのコントロール下で戦場に出るたび地トークンを生成すると。おお、なるほど。全部地トークンが出るようになるのか。で、毎ターン1回しか誘発しないと。なるほど。で、2マナでこれでないクリーチャー1体か地トークンを生贄に捧げると各対戦相手はそれぞれ2点のライフを失い、あなたは2点のライフを得る。あ、なかなか強いんじゃないか。4マナ4号でね、普通にパワーとタフネスもいいし、で、ドレインもしちゃうし、地トークンも出るしっていう感じで、なかなかいいカードじゃないかなと思いました。あと、クリーチャー破壊のカードですね。はい。あと、地トークンがいっぱいありますね。はい、地トークンです。あと、メモ帳がいっぱいあります。はい、ということで、今回は、こんな感じでしたね。なかなかこのデッキも、デッキリストそこまでちゃんと見てなかったんですけど、結構粒揃いなカードがあったり、あと土地ですね、バックビアの居住地とこの小道さんがあったりとかね、他にもここら辺のちょっと小粒クリーチャーとか欲しいやつがあったんで、ここら辺はありがたいなと思いました。じゃあこの3回目は以上になります。また次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。じゃあねー。